日に召集いたします12月市議会定例会の参考議案7件、参議案1件、報告1件の計9件についてご説明申し上げます。まず1番目の人権擁護員の候補者推薦につき意見を求めることについてであります。本市の人権擁護員のうち服部清子さん及び小原和幸さんが平成31年3月31日をもって任期満了となりますので、服部さんにつきましては引き続き小原さんの後任に石山浩二さんを新たに候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁護員法の規定により議会の意見を求めるものであります。お二人の経歴については資料に記載の通りであります。次に2番の郡山市と須賀川市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議についてでありますが、郡山市及び本市を含む関係14市町村が連携中枢都市圏形成に向け連携の取り組みを実施していくにあたり、郡山市と連携協約の締結に関し協議することについて地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。次に3の図書館中央公民館解体工事の請負契約締結についてでありますが、去る11月7日制限付き一般競争入札を執行したところ、株式会社横山建設が落札いたしましたので、地方自治法などの規定により議会の議決を求めるものであります。詳細は記載の通りであります。なお昨年2月に街中の大木を守る会から要望書が提出されておりました敷地内の樹木についても今回の解体に合わせて伐採することとなります。市民の皆様からの要望は大変重いものと受け止めておりますが、公の施設の管理者といたしまして、安全性を最優先に考え、また市民交流センター徹底の保管駐車場として必要台数分を確保しなければならないことから伐採やむなしと判断いたしました。会の代表には過日その旨をお伝えしたところであります。次に4の福島県市町村総合事務組合規約の変更についてでありますが、地方自治法の改正に伴う福島県市町村総合事務組合の規約変更に伴い、同法第290条の規定により構成市町村の議会の議決を求めるものであります。その内容は監査員の選任方法等の変更並びに会計管理者および事務局の情報を整理する規約の変更を行うものであり、知事の許可のあった日以降、新たに監査員の任期が開始する日から施行するものであります。次に5の須賀川市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例でありますが、公職選挙法の一部改正に伴い市議会議員選挙においても選挙運動用ビラの販布が認められるとともに、その作成費用について条例で定めることにより4000枚まで公費負担とすることができるようになりましたことから、条例名の改正などを行うものであり、平成31年3月1日から施行するものであります。次に6、指導路線の認定及び廃止についてでありますが、市内、黒部市内ほか3地区の開発行為による道路新設に伴い4路線を認定し1路線を廃止するものであります。これらによりまして市道の総延長は2943路線で約1502km となります。次に7、須賀川市手数料条例の一部を改正する条例であります。建築基準法の一部改正に伴い、建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料を新設するものであり、交付の日から施行するものであります。
228の補正予算でありますが、列車のですね、6ページをご覧いただきたいと思います。今回の補正額でありますけれども、3億7715万5000円でございます。次に7ページのその内容でありますけれども、まず総務費の還付金、および還付加算金でありますが、他年度加護納付還付に要する経費の補正でございます。次に民生費の障害者福祉サービス給付事業でありますが、こちらにつきましては給付件数の増に伴う障害者および障害児の介護給付訓練等給付に要する経費の補正でございます。こちらもこちらは実績見込みの増によるものでございます。次に自立支援構成育成医療費給付事業でありますが、給付対象医療費の増に伴う障害者の自立支援構成医療費および障害児の育成医療費給付に要する経費の補正でございます。次に地域生活支援事業および日中一時支援事業、さらには特別障害者手当等支給事業でありますが、いずれも実績見込みの増によるものでございます。次に子ども子育て支援事業計画策定事業でありますが、第2期子ども子育て支援事業計画の策定に要する経費であります。次に小規模保育施設型給付事業でありますが、こちらは公定価格の改正に伴う給付費の補正でございます。対象は7施設となります。次に8ページでありますが、民間認可保育所施設型給付事業でありますが、こちらも公定価格の改定に伴う給付費の補正であります。対象は民主施設となります。次に保育対策総合支援事業でありますが、その次の病児保育補助事業、また子ども園保育対策総合支援事業、ボタン児童クラッカーの移転整備事業、いずれも子どもたちの安全あるいは事故防止対策、さらには施設の充実のための経費でございます。次に衛生費でありますが、妊婦一般健康審査事業、次の任意予防接種費用助成事業、そして9ページの先天性風疹症症候群予防対策事業でありますが、いずれも実績見込みの増による補正でございます。次に農林水産費の飛行集積協力金補助事業でありますが、農地中間管理機構で農地集積等を行った地域個人に対する協力金の補正で、こちらも実績見込みの増によるものでございます。次に商工費でありますが、地域ブランド力活用事業、こちらにつきましては補助金申請件数の増に伴う地域ブランド力活用費補助金の補正でございます。次に産業振興広域連携事業でありますが、こちらは保健職員の変更に伴う補助対象経費の補正でございます。次に共同施設設置補助事業でありますが、商店街街路等の LED 化に対する補助金でございます。次の観光誘客推進事業でありますが、こちらは温泉ガストロノミーウォーク開催に対する補助金等でございますが、こちらは温泉に食や文化、観光資源など地域の魅力を組み合わせ、市内周遊ウォークを開催し、須賀川市のさらなる魅力向上、そして
情報発信に取り組み、新たな観光誘客を図ることを目的として開催を予定しているものに対するご助言でございます。次に教育費でありますが、こいのぼり掲揚事業であります。こいのぼりの掲揚用設備の更新に要する経費でございます。以上を合わせまして3億7715万6000円となります。それでは経費にお戻りいただきたいと思いますが、先決処分の報告についてです。先決処分いたしました案件は第9号の損害賠償の額の決定及び和解についてであります。本件は公用車が市道を走行中、道路脇のぬかるみにハンドルを捉え、ゴミ中などを破損したものであり、損害賠償につき協議が整ったものであります。なお損害賠償額につきましては、市が加入する自動車損害救済から全額補填される見込みで、提案を出して提出いたしております案件については以上です。裁判官の品質の特定審査されたことについて、それぞれ会見事項を申し上げます。それではまず、市民交流センターてってのオープニングイベントについて、ご説明を申し上げます。平成31年1年の1月11日金曜日に開館をいたします市民交流センター設定におきまして、イベントオープニングイベントを実施いたします。期間につきましては、オープンいたします1月11日から13日の3日間ということになります。まずはじめにですね、オープニングセレモニーでありますが、1月11日金曜日の午前10時からを予定しております。会場につきましては、市民交流センター1階決定通りを予定しております。挨拶の後、第2中学校の合唱およびテープカットを行う予定でございます。次にオープニングミニコンサートといたしまして、1階の松明ホールにおきまして、1月11日金曜日の午前11時から11時45分まで、本市の観光ボタン大使で、小中一貫校稲田学園の愛称歌の作曲を手掛けるなど、震災後市民に多くの元気を与えていただいておりますバイオリニストの直人さんによる演奏が行われます。当日はてっての修行や修行などに使用します直人さん作曲によるてってのイメージ曲を初披露させていただく予定でございます。次に4月12日土曜日午後1時から1時45分でありますが、本市出身でドイツ国内のオーケストラなどで活躍しておられますトランペット奏者の柳沼和幸さん他3名による演奏を予定しております。次に4月13日日曜日でありますが、午前1時から1時45分、シンガーソングライターで、テレビアニメの花かっぱエンディングテーマの作詞をされました辻村由美子さんと本市の在住のギタリストの佐藤雅彦さんによる演奏が行われています。次にオープニングフェスティバルでありますが、12日から13日の2日間、10時から午後4時まで、1台松明ホールにあるいは各フロアにおいて開催を予定しておりますが、内容につきましては市民活動団体の皆様などによるステージ発表をはじめ展示ブース体験コーナーを設置して、多くの市民の皆さんに参加をいただきながら来館者の皆さんと一緒に楽しめる手作りのイベントを開催されることになります。参加団体については
ステージ出演が28団体、展示などの出展が29団体ということになります。次に、開幕明石が秋元として主催されたことについてでありますが、角川書店が編纂し、11月22日に発刊の俳句祭時期第5版、冬に御師の伝統行事であります開幕明石が秋元として主催されました。県内行事等ではこれまで南相馬市の相馬の間追と本市のボタン焚き火がの2つがですね、肝として主催されておりましたが、地方として複数の行事が肝として主催されることは数少なく、俳句の町を標榜する本市としては誠に喜ばしく誇らしく思うところで、今回の肝の主催にあたりましては、公認者をはじめ俳句関係者の長年にわたるご尽力の賜物であり、この場をお借りして御礼申し上げます。またこれを機会に本市の俳句活動が一層活発になることを期待するものであります。その祭時期が次第になります。